さあ、リュウジ、はい、恋愛運どうやんねんな、今までの恋愛は。あの、付き合ったら長い、長いですね。一人付き合ったらどれぐらい、一番長いの？一番長いね、7年ぐらい。え、すごい。はい、それいつ頃やねん、7年。この世界入る前ぐらいじゃん。あ、もう全然前です、高校生。高校から、でももう最近ですよ。普通で言うたら、そのままね、結婚するやんか。ですね。そうですね。7年付き合ってから。その頃も付き合ったんでしょ？ 2 年前ぐらいですね。ちょっと前。なんで覚えてるの？でもやっぱりその、やっぱりアーティストになりたいって夢を、まあ、持ってて、一本にこう絞らないと叶わないなっていうふうに、本当に真剣に思ったんで。もう最終的には納得してもらって。最終的には納得してもらって。今迎えに行くとかはないんでしょ？全然ないですね。もう恋愛しようっていう気にはなんないんですよ、ね。やっぱりその三代目ジュースルブラザーズのことしか考えてないので、ほんまか。はい、もうなるべくもうそういう。これどういうことやねん。いやいや、今からの話もね。そう、トイレに行くと自分もついていくってどういうこと？例えばあの自分の友達と飲んでて、うん、その友達がじゃ彼女を連れてきたとするじゃないですか、はい、はいはいはい。で、例えばその友達が、うん、こうトイレに行くね、行っちゃうとする、うん、そしたら2人きりになるんですね。やっぱり自分も一緒にトイレ行ったりとか。なんかツレションしに行くんですか？ツレション、そうですね。2人になるとなんか自分の彼女やと疑われるのもあるし、旗からその第三者の目から見てっていうのはやっぱりあんまり良くないのかな。マスコミ的にも、あ、はい、コンビニ行ってもちょっとあるやん、本が。あるじゃないですか、うん、やっぱり好きなアーティストさんがこうコンビニ行って例えばいるとして、いやらしい本を見てたらめちゃくちゃがっかりするじゃないですか。そんなことないですって。それはもう作っていきましょうよ。いや、それどう思うの？例えば JSOUL BROTHERS とか EXILE のメンバーだったらめっちゃ言いますね、多分メンバーに。うわ、エロ本読んでた。なるほど。絶対言うし。ああ、ビデオ屋は行くの？ビデオ屋、家にもデッキがありますよ。ビデオ屋行くやろ。あ、でも行きます。のれんくぐったりするんでしょ？のれんはこう18点出るやつ。ああ、そこですよね。やっぱ全然しないようにして。まあ、すごい。もう大変やな、はい。大変です。違う意味でな。すごいストイックですね。あら、すごいわ。